どうも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 、アピタス TV のアピタスでございます。はい、やってまいりました。今日はですね、ひたすらちょっと喋ろうかなという回でございます。で、いきなりなんですけど、今日ねこれ外し目で外してます。これ外してます。これもともとこうやってこのカメラについてたマイクなんですけど外してます。で、代わりにあのこの間紹介したピンマイクでちょっと試しに撮ってます。まあちょっとあんま素材がなくてね、こう どう扱ったらいいかが分かってないんで、とりあえず何か素材を作ってちょっと扱ってみようということで、試しに撮っております。で、ちょっといきなりなんですけど、なんか最近ね、俺の中でね、勝手になんだけど、あのなんかこの、まあ、YouTube でこうピンマイクを使うみたいなのがやっぱこう来てるなみたいな勝手に思ってるんだけど、なんかね、そう、瀬戸康史さんがね動画取り上げてたんですよね、あのゼンハイザーのピンマイクを。で、やっぱピンマイクいいなみたいな感じのことを言ってって、あ、もうガンマイクの時代終わったんだみたいな俺の中でカメラとか機材系の、あの流行りみたいなのは基本瀬戸康史さんの動画を見て、あ、今はガンマイクでこう音質を良くして撮るんだなとか、こう情報で取り入れてたんですけど、あの最近ですね、ピンマイクがいいと思う、まあ、昔にもね取り上げてたんだけど、ちょっとなんかピンマイクの扱いがみたいなこと断念してたんですよ。あと音質がみたいなこと言ってたんですけど、今回ね本格的にちょっとピンマイクを取り入れられたということで、ちょっとピンマイク時代があの到来したのかなって勝手に思っている次第でございます。はい。でですね、あの今日あの本題というか、あのちょっと最近ね、あのやってるドラマについてちょっとお話ししようかなと思ってて、まあ、これがねぶっちゃけ今日お話しするメインのトピックスっぽいんですけど、あの僕とうちの奥さんね、あの日テレのドラマ大好きっ子なんですよ日テレドラマ大好きっ子なんですよ。っていうのが、福田監督が手掛けるドラマ数々あると思うんですけど、まあ、最近で言うとね、最近映画になったあの今日から俺はとかサラリーマンとか、ここの2つでねだいぶハマったんですよ。ハマったんですよハマって、で最近さ、あの始まったドラマ、あの親バカ青春白書っていうドラマ、毎週日曜夜10時30分放送ドラマですね。今2話まで行ったのかな、2話まで行ってて、今ね、あのムロツヨシさんとか長野さんとか中川さんとか、こういろいろなこう俳優さんが出てる、まあ、これまた面白いんですよで、あの僕とうちの奥さんね、2人ともムロツヨシさんのことが大好きで、あの勇者ヨシヒコの、あのドラマでハマったんですよね。確かハマって、勇者ヨシヒコでハマって、いや室強さん面白いよねみたいな話をしてて、こういろいろ室強さんが出てるドラマとか映画とかこう見て、いや面白いみたいな感じになってたんですよ。多分ミーハーな感じだと思うんですけど、まああったんですよね、そういう時期が。でもうずっと日テレをねジャックしてる感じがあるじゃないですか、室強さんね、すごく毎日というか毎回ね、あのドラマを見させていただいてって、楽しませていただいているんですよ。で今回のその親バカ青春白書のドラマもう見ました？見てると思うんだけど、あの見てない方がもしいるんであれば、ちょっと軽くね、ちょっと軽く紹介すると、あの大学生になる娘が、いるんですけど、長野さん演じるさくらがいるんですけど、大学に行くと。で、室津さんがそのお父さん役で出てるんだけど、あの作家さんなのかな、作家してる人なんです。仕事は作家してるお父さんなんですけど、あの娘がどうしても心配だということで、大学生になっちゃう、お父さんも一緒に大学生になっちゃうっていう、で一緒に大学生活を送るみたいな、そういうドラマなんですけど、あの、ね、その設定指定でまず面白くないその設定がまず面白いよね。その設定がまず面白くて、これ絶対面白いじゃんと思ってこう見たんですけど、まあ本当ね、今の時代を、流行りというか今の流行りを映し出してますよね、あのドラマでは。大学ってやっぱサークルとかあるじゃないですか。でサークルどれ入ろうかみたいな下りがもちろんあるわけですよ、大学1年生ってことは。でそこでまあいろいろこうサークルを見ていく中で、まあ、落語研究会みたいなのがあるんですけど、あのそこのね下りが面白くて、いや落語入る入らないみたいなこう流れの中で、なんか知らないけど、あの長野さん演じるさくらがコーンフレークやないかいみたいな
セリフを言ってるんですよ。でブルース・ウィリスさん演じるお父さんね、あのガタロウ、ガタロウ、通称でガタロウなんですけど、あのいやなんでそのミルクボーイ限定で言うんだよみたいな、そういうくだりがセリフの中であるんですよちゃんと。だから最近のこう流行りというか、こう今の時代のキーワードというか、あのそういうのを取り扱ったセリフ回しで、こうなんか今の時代とリンクしてるなみたいなドラマで、すごいリアルを感じました。もう一個リアルを感じたっていうのでいくと、この物語にね YouTuber がいるんですよ。YouTuber がいるんですよ。いやこれびっくりした、俺登場してきた時、あこれはと思ってびっくりしました。あのですね、大学1年生のネゴロっていう大学生がいるんですね。実は YouTuber だということで、あの自撮り棒にこうスマホ挿して、こうやってこうやってこうやってやってるわけですよ。YouTuber です、 YouTuber です、ウェーイっつってウェーイってやってるんですよ。いやこれついに来たかと思って、地上波のドラマでね、まあもともと今さバラエティとかでさ、あのフワちゃんとかさ、いろんな YouTuber が最近ね地上波に出るようになって、こう YouTuber っていうのが、ね、よりねあの浸透してきた時代だからこそ、ああいう風にあのドラマの役で YouTuber っていうのはね出てくるようになったんだなと。映画とかあと深夜とかでもなんかちょいちょいなんかそれっぽい役柄がちょろっと出たみたいなのもあるんですけど、結構メインキャストで YouTuber みたいな役どころの人は正直見たことがあんまないですね。初めてぐらいかもしれないです僕の中では。他にもしかしたらねあるかもしれないんですけど、僕が見た中では初めてでした。でさ、そのさあの自撮り棒にスマホくっつけて YouTuber ですっていうくだりあるんですけど、フワちゃんぐらいだよねあの自撮り棒やってんのって。あの自撮り棒スタイルってフワちゃんだよね。フワちゃんスタイルなんですよあれ。あの他の人はねどっちかっていうと、こういうちっこい三脚みたいなやつこうつけてこうやって撮るスタイルが多いんですよ。だからああいうこういうこういうスタイルはねあんまないっすね。あんまこういうスタイルはないっす。まあ時々あると思うんだけど、こうなんか Vlog 系のやつでいると思うんだけど、割合としてこのスタイルの方が多いかもしれない。こっちのちっちゃい三脚でこう置けるやつね、こうやって置けるやつでこうやって持ってこうやって撮るみたいな。でまあこう台に置いて食事するシーン撮ったりとかみたいな、こう効率を考えると、あのね自撮り棒はねちょっとね若干非効率なんですよ。そうで、あれちょっとフワちゃん式だなって思って。だ多分世間的な YouTuber みたいなやつの多分認識がああいう自撮り棒なんだなって思った。世間的には YouTuber ってああいう自撮り棒を使ってこう撮影しているのをイメージしてるんだみたいなっていうのを認識しました。どっちかっていうとあの自撮り棒って多分インスタとか Twitter とかの写真上げてる人とか、ちっちゃい動画上げてる人とかが比較的多いかもしれない。なんか仲間内でこうやってやるみたいなが多いかもしれない。それちょっとね思いましたね。思いましたね。ただねテンションがね面白かった。ちょっと話ずれるかもしれないんだけど、あのね YouTuber みたいなそのキャラクターを使う場面って実はゲームにもあったんですよ。これ多分ちょっと前っていうか結構前かな、わかんない、何年か前、1年忘れちゃったんだけど、龍が如くっていうシリーズゲームがあるんですよ。でそこにあのまあ、ちょっとした役どころで、まあ、そのストーリーの中に一人 YouTuber みたいなキャラクターがいるんですよ。 YouTuber でーすみたいな、そう YouTuber でーすイエーイみたいな感じでバッティングセンターでなんかこうボール受けるみたいな自分ボール受けますみたいな、投げられたボールこう体で受け止めますみたいな、ネタをやりますみたいな感じのなんかキャラがいたんですよ。でそいつもね自撮り棒だったんだよ。不思議だね、自撮り棒なんだ。やっぱりそう考えるとやっぱ世間の認識は YouTuber は自撮り棒で自撮りをするっていう、分かりやすい、まあ多分分かりやすいんだろうね多分その形の方が。多分周りのインスタとかやってる子たちもこうやって自撮り棒でヘーイピシッピシッってやるからやるから多分イメージ的にこの方が分かりやすいんだと思う、自撮り棒みたいなのがね。自撮り棒っていう認識なんだと思って、まあびっくりしました。あとね髪、そう YouTuber のネゴロはね髪の色がねちょっとここら辺青いんだよね。ちょっとなんかねかっこいいなと思った。
とやってみたいなと思ったけど、あれどうなんだろう、あれなんかあんのかな、そういうなんか一時的に色つけるみたいな、なんかそんなあるんだったらちょっと試してみたいよね。ちょっとね、俺 YouTuber ね頃にねハマっちゃったんだよね面白いくだりがあったんですよ。食堂でサークルどうするみたいな話になったんですよ。そこでであの YouTube 研究会っていうサークルあるよみたいなチラシを見せてたんだけど、そのネゴロはいや俺ガリオなんでみたいなガリオなんでみたいな、でそのミサキがいやてかお前さみたいな、チャンネル登録者数何人みたいな聞くんです。で答えるんですけど、そこの間というかあれはね面白い、俺は好きなシーンですね。再現するとてかさチャンネル登録者数何人、20チョイスみたいな20チョイスみたいなあの間が好きでしたね。すごい来るぞ来るぞ何人だ何人だみたいなで20みたいな典型的なパターンなんだけど、あれは好きでしたね。あの間は好きでした。でなんかね役柄的にその YouTuber ってことで、なんか自分でもなんか動画を公式ホームページにもあるんですけど、あのなんか自分で動画撮って編集してみたいなのをこう何回かこうひたすらやってたらしいんですよ、役作りで。でそれを見て、あ俺これ YouTube にどっか探せばあるんじゃねと思って見たら、あのその所属してる事務所 の公式の多分チャンネルなんですけど、そこにですねあのこの、まあ、あの俳優さんがね戸塚純喜さんっていう方なんですけど、あのその方がですねいろいろこう動画を出してるんですよ。オフィシャルボックスっていうチャンネルで出してるんですよ。これ下にちょっとリンク貼っとくので、よかったらちょっと見に行っていただければと思うんですけど、トズチューブっていう動画がなんかね3本ぐらいあるんですけど、それがねおもろいおもろいマジおもろい、俺大好きです、ああいう動画。これはねぜひちょっと見ていただきたいですねこれね何回見ても面白いんだよね、トズチューブ。まあ、とにかくね今やってるドラマ親バカ青春白書は面白いということをねとりあえず伝えたくてこういう動画を作りました。もうちょっと聞き流しながら聞いていただいたと思うんで、ここまで聞いてくれた方はね、ありがとうございますありがとうございます。というわけでね、だらだらとちょっと喋ってしまったんですけれども、今日はね話の内容としては、まあ、こういうピンマイクがちょっと最近個人的には最近こう YouTube 界隈の中でこう流行ってきてるんじゃないかっていう動画と、まあ、動画じゃない話と、あとはあの日テレでね始まった、親バカ青春白書のドラマが、まあ、とてつもなく面白いよというお話でございました、はい、もしね、少しでも、ね、共感できるなとかいいなと思ったら、高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ